初代子者、デイビッド・マレー・ストーモント子者は、イギリスの子者、貴族、スコットランド貴族、爵位。ジェームズ6世の長身デイビッド・マレーが1621年に、ジョイされたことに始まるが、1793年以降は、マンスフィールド伯爵の従属爵位となり、現在は、伯爵家着難の儀礼称号として現存する。定デビッド・マレーは、フォークランド宮殿管理官や、 王室会警官左官を務めたジェームズ六世の長身である。彼は1605年4月7日にスコットランド貴族としてスクーン教に上された後、1621年8月16日にはストーモント死者区に少女した。この両者区位にはデイビッドの男子に加えて以下の極めて広範な特別継承権を兼ね備えていた。 1>, 1、初代子爵のウィサーアンドリュー・マレーとその男子2、おい、アンドリューの義弟サームンゴ・マレーとその男子3、サージョン・マレーとその男子4、初代子爵のいとこ、デエビッドの長男ギルバート・マレーとその男子5、初代子爵のいとこ、デエビッドの次男アンドリュー・マレーとその男子6、初代子爵のおい、アンドリューの異母兄弟、ウィリアム・マレーとその男子7、バルベアードのマレー家の紋章と生命を受け継ぐ、 両系男子相続人マレー家の邸宅スクーンパレス7代、子爵デイビッド。彼は、マンスフィールド伯爵を継承した。初代子爵には、子がなかったため、特別継承権を有する存命の相続権者文吾が爵位を相続した。2代子爵ン文吾にも男子がなかったため、爵位は再び上記規定に基づいて、サージョンマレーの子ジェームズが爵位を襲った。3代子爵ジェームズは、 就職前の1640年に父からアナンデール伯爵を継いでいったため、四者位は伯爵の従属爵位となった。しかし彼にも子がなかったことで、伯爵位は廃絶、四者位は3度特別規定にのっとって、アンドリュー・マレーの子にしてバルベアード教科党主デイビッドに継承された。彼以降はスコットランド貴族爵位のバルベアード教が従属爵位に加わって、 現在に至る。四代子爵デイビッドは1654年にクロムウェルより1500ポンドの罰金を課されたが、1660年頃には科学者開拓委員会委員を務めている。五代子爵デイビッドは1715年ジャコバイト放棄の後、息子デイビッドと共に政府に出頭している。その孫の七代子爵デイビッドは在フランスイギリス大使を務めた外交官で、 後に、数密院議長や、北部担当国務大臣を歴任している。彼は1793年に、叔父の死去に伴って、1796年創設の、マンスフィールド伯爵を継いだため、これ以降のストーモント死爵区は伯爵くらいの、従属爵区として存続している。以降の歴代死爵区は、マンスフィールド伯爵を参照。後の初代アナンデール伯。 後の初代バルベアード教。彼の王子、ウィリアム・マレーは1776年に、ノッティンガム州、マンスフィールドのマンスフィールド伯爵、1792年に、ミドルセックス州、マンスフィールドのマンスフィールド伯爵の二つの同盟の、爵位を得ており、そのうち後者の爵位のみ彼が相続していた。ありがとうございます。